皆さんどうもよろしくおろしドラゴン GK です。ということで今日も福田リラックス29回目やっていきましょう。ということで今回で鳳凰にね会いに行きます。鳳凰に会いに行きますよ。ようやくだね、ほんま。で今回はねちょっと言うことがね一つございますよ。悪くなる霊峰行けるようになる。よし行こう。60回、長いね。ほんと磁場コイルにね進化させました。はい、では行きましょう。もうね終盤やで、終盤やで。これもこのイベントもね、なので霊峰行って今回はね顔を戦って勝って終わりたいですね。ってことでやっていきましょうか。おい最初からお前おんのかい。よしナイス。ちょっと待って、とりあえずね友達リボン持っておきます。うん、最初はねこれでいいです。おっハリーチェイフリーチェイなんずやばい、こいつにやったらかよくない。あ、いやナイス。ちょ、なんかよく来るな君ら。ちょっとやらなくていいことをやっていく。ロボーリー、おっ立ち、およしナイス。マグカルゴ、とりあえず最初はねこいつらと一緒にとこう。そのうちスゴ技持ってるやつはね埋め尽くしたい。うん、仲間に合ってないやつです。おい、する。よし、登りちゃい。何？強いなお前。怖いな。あ、おるね。ちょっと待って。あ、竜の怒りだよ。暴れんだよ。熱風だよ。強いね。もう60回あるんでね。もう見つけ次第行きます。まだ見つからんか。言ってくれるとちょっと待って。よし。ちょっと待ったけどそんなの関係ねえ。うわ、うわ、怪力もおるやん。あ、もらえるやったか、あれ。きついな。よし、まあ、いいわ。よし、竹登る。よし、ナイス。なんだ、あ、こんなとこあってんの。場所がいいのとかね。いらんねえな。ナイス、はい、行こう。よし。おう、あられい。あられもねえわ、ほんま。すみません。やる。熱風。よし。もらい指はない。助かる。よし、おガーリー、レバエル、キャンプにいや、仲間して55、すごいね。レベルがすごいことになってるね。どうしよう。ちょ、おい、なんだお前、え、あれ何だお前。うわ、とあるんだ、分かりにくいわ。見えにくいんだ。よし、とりあえず。OK。お前も全部覚えてんの。お、あ、うん。前に飛び出す、あ、ちょうどいいじゃん。うん、この前に飛び出すやつはもう行こう。ありがたいね、はっきり言って本当にありがたいやつね。おい、ちょっとびっくりした。よし、おっと、よし、竹登る。よし、で、ドロポン。よし、ナイス。いいね。あ、そっちじゃない、なんで、誰かおる。ダメだ、熱いしも。あ、マジで。あ、一発で行く。ありがとう。さあ、どこにあるのか。ボモンの水戸かね。とりあえずね、できれば、こいつまた。張り切れ。倒れる。ありがたい。関連スイッチ。なんで、まあ、今。お、マジか。よし、ここで来る。お、ナイス。じゃあ、滝登る。じゃあ、滝登るわ、こっちは。さあどこにあった階段、ナイス階段、ナイス。熱風だよ、乗れんだよ。すごい、どうした、ダメだ、やば、これもうぬるげや、これやばい。オレンの実、あー、これはいらんな。 OK。 え、何、誰か来た、全体攻撃やるやつ。あー、やべ、ぬるげや、ほんま。こういう部屋の中におったら、いや、これ四角ないで。前に飛び出すってやつもあるし。これは、いったら、うまいかな。勝った。はい。ちょっと待って。ドラパンで終わらせてやろう。お、オッケー、あ、やった、何か増えた、威力がアップしたか。お、うれ。オッケー。自己再生やめなさい。これはちょっと最初からね、あれ、なくなる可能性出てくるから、手伝わないでちょっと、あって、あ、そうか。あ、そうか。今思い出した。無理やったんや、こいつに。マグマの。炎の体やから。そうか、あ、じゃあ、あったんなら行こうぜ。
6回じゃん。さあ。お、見つけた。ちょっと甘子いたね。あ、終わるね。どこにおる？うお、いた！は？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おい。おい、ちょっと待って。お前らな、もうちょっとな、生き直っていくか。もうちょっとな、びっくりした。投げつける、エアーブの投げつけんねん、もう。びっくりしたわ。ほんまに。え？ってなった。まさかで。え、何？誰か来た。オッケー。ハリーチェ。ナイス。素晴らしいね。なんだ、誰だ？誰か来た。頼むよ。もうね、よし。これ、ぬるぎだわ。ぬるぎだわ、ほんと。あ、持ってきてなかった。大きなリンゴあるけど。あ、なんか最初に世界一1回行ったとこ。うん。そうしよう。よし。うん。お、天気が晴れになった。喜んじゃったね、やろり。よし。いい感じ。今の、なんだ？命を変え、あ、ちょっと待って。命を変え、欲しい。食べる。25から110人のドラカゲにちょっと。ね、命の種を使っておこう。おーし。いい感じ。7回まで来た。おー誰だ誰だ誰だエアームドエアームドがやったか。なんだ誰なのこれは、うん、ちょっとしたぬるぎ。それが、あるよね。誰だいまいちってことは。あ、ガーリやったか。こいつら全員、全員ではないけども。え、何これに倒れてる気もいる。なんだあれ赤い赤いケムストかケムストっぽいな、完璧に。よし。ケムストやったらいらんか。オッケー。バターカノンだ。ナイス。お、ピーピーが回るじゃん。ちょ。飲ませておく。放電がね、なくなったらやばいから。とりあえずはそういうところに。おお、ちょっと、ええー今、ドロポンをこれまでやってて思ったな。よし、駆け上る。そこは。お、仲間なる。まあ、一応していこう。すぐ満腹、あ、めっちゃいいやん。すぐ満腹を身につけていた。よし。またか。多いな、君ら。お、やばい。ね、いや、すごいよ。これ、このゲーム、ぬるぎりやろ。ブビ、あ、ブビか。ルビー、おったやな。ちょっとどうすっかな。ちょっとリンゴあげる？どうする？やめとくか。ちょっと見てもらおう。ルビーはさすがにいらないかな。うん。お、待てよ。うわ、ってね。オッケー。あー、行っちゃう。帰り気欲しいな。ちょっと帰り気欲しいかな。うん、大丈夫です。はい、進んでいいです。ルビーはいらんかな。さすがに。ん？誰がおる？あ、あれか。わかりにくいな。助ける炎だよ。応援だよ。熱風だよ。ぬるけ。本当のぬるけとはまさにこのことよ。お、エアームドおるじゃん。仲間にしたいじゃん、エアームド。行っちゃうよな。だよな。まあいいわ。またいずれ来るときやれよ。そのときにでもやっときます。お。ドロポーン。おい。どうも、うり。よし。お、マジか。じゃあ、ネイビーの方で行くか。よし。行ってね。オッケー。仲間がいるかな。来なかったか。まあ別にね、いらんけどね。うん。お、誰だ？ん？誰だ君？誰だ君は？誰だ君は？なってるよね。今ね、なってるよね。え、ほんまに誰あれ？おーい！リーチェ！滝登り！なんだと？ちょっと待って、おーい、ハリテヤー！アイドルポンプ！ほら！後ろからも来ている！オッケー、行ったかな。うん、行った、ね。ウィンディーだと誰君？ププリン！いらね。ちょっとどいといてもらおう。うん。あ、あるじゃん。うん、大丈夫です。はーい。60回なんでね。うわ、あられかよ！きつい。あられは怖い。あ、ちょっと待って。ゴロには怖い。あ、だ。バカ。本当だ。よし、最後のハイドロポンプを使う。よし、これでピピマックスを使ってみようかな。え、オーダー取られた。え、オーダーおったん。マジか。
あ、ちょ、誰？やばっ！生きてる！あ、マジだ。ドラカギ見つかっておこう。うん。怖いんじゃ、お前は。いった！あ、俺が死にそう。ちょっと食べておこう。俺が死んだら待とう。よし、とりあえずは、あれ？あ、お金ある。豪華抜群ってことは、水が、あー、選ぶな。そんな気すんな。あ、大ダリアか。ちょっと出てくる。でも、まず違う、違う、まず違うようになってきたな。これな、口動かさない。あなた、嬉しい。よく知らん。おー、なんだ、誰だ？次は。おい。ウィンディ欲しいな。ウラボー。一匹飼いたいな。オーダイルがいる。オーダイルがいるよ。たら、一発で、いったナイス。オーダイル壊し。なに？動かなかった。お、ここじゃん、ここじゃん。これじゃ。ゴロンの石じゃ。ほら、ちょっと、あ、うっそ、立ち残り。オッケー、たら、赤間、来ないのかい。怖いな。誰なん相手は。どっちも行くんかい。ちょ、あ、なんかこれだけ取って行く。あれ、こんだけやったっけみたいな。まあ、言われた。もう、マサヘリやめろ。まあ、別に使ってなかったからいいけどさ。まあ、もう分かるけど。うん。またあられ。もうやだあられ。やだあられ。うん、おう、早よ見つけて、上に行きたいよ。よし。おい、ちょ、なんだ、どうした、アブソル、アブソル、マジ、あ、ちょっと待って、タオリンやん。あるやん、オッケー、いいよ。オッケー。あー、タオリンは飲む、俺が。オールに来たし。よし、ナイス、あ、よし。怖いよ。すげえ怖いよ。たら、行きとけよ、行きとけよ。あー、ちょ、2回目や。ウィンディ欲しい。ウィンディ欲しすぎね、やべえ。PP と PP マックスね、2個あるから、俺。なんていうやつか。ドロップントね。なんか、飲んでよく。おい、あ、いける、これは。ちょっと待って、なんで行こうとする？ちょっと、あ、もう、ウィンディ欲しいになってな。誰か、お、アウトルー。ギガボルにちゃこの野郎。なんで、あ、そう。なんもないけど。今かと、あ、バカ！怖い。お、なんか誰か来た。誰や？今にしていくとあれや。ドロボン当たったから。オッケー、ゴロンが倒れた。やった。あ、怖かったってはなんだ。また奥まで、よーい。モモンの見つかってよこう。うん。ここはレベルで、あ、プレッシャーあったこいつ。強運じゃないか。レベル上がる。レベル6だ。俺がレベル上がる。109。すごい。危なかったな、さっき、ほんま。おーい。新速が当たった、当たった、当たった、新速が当たった。やば、強い一発。ただ、仲間、来ない。キトさん、ロープ箱に入れる。キトさん、伸ばしておこう。お、キトさんに行こう。あれ？独房わかる。独房こいつで行った、あげん。うん。全然、独房がなかったからな。よし、これで行こう。よし。誰や？住所が立った。いまいち、あ、誰かわかった。あいつやろ。怖いやつやろ。ご同年やろ。自信こない。これめっちゃ怖いんだな、自信。あるじゃん、パッチングメガネ、いらないけど、まあ、いるんだ、とっておく。よーし、いるんかい。テレビジャイクのエロい、うまいっす。ピピリとは、あ、やった。なんかすげえアイテムが、なんかお金もくれ、怖いな。オーライ、やばい。おっ、うぅ、死ぬ、危ない、危ない、はぁ、はぁ、はぁ、やばれ、熱風、うん、
ピピレイカバー危なかったよ、ほんま。さあ、どこに階段はあるのだろうか。あ、いた。あ、やっぶね。あ、ちょっと誰かがいる。オッケー、ナイス。オッケー、危ない、怖い。あ、ちょっとなんかいる。オッケー。うん。怖い。やばい、マジ怖い。全体攻撃があるからね。ホルモンやからね。ポワルンやん。なんか、喜んじゃなくて、マジで。おい。よし、簡単に行こう。あ、ポワルン仲間になる。クーリ困らず、あ、いいじゃん。で、どこに階段があるのか。ないな、見当たらんな、まだ。あった。怖い。あれ、あ、気づいてない。あれは。上に来るーい。よし、勝った。ナイス。よし。やった、倒れる。よし、いいぞ。あ、なんかあった、おった。よし、素晴らしい感じになっているよ。よし、だいぶなんか安定している、安定していること。うん、すごく安定している。ベタベタフード変えとこう。いや、一番嫌のは、ただの種やから、こっちで変えとこう。交換。ちょっと見てもらわないでいいから、いや、この下からちょっと見てみようかな。金やったか。どっかにショップないか。見かけんな、この中のショップ。ただの種でした。よし、進もう。あと5回。うん。あと5回である。おい、あったけど、上におる。レベルの時間から鉄の針でいこう。よし、噛み砕け。よし。ふぅ、なんとかいける。なんかおる。一滴が。あ、ビビリカバーが。ビビリカバーが57回まで来た。よし。おるね、何か。そこだ。よし。ナイス。怖いな。にしても。また来る。こういうことよな。問題。そういうこと。そういうことである。いくらくミスるんかい。オッケー。助かる。おお、よいよせやねい。うわ。やばい。これ詰んだぞ。爆睡玉、こういうところでの爆睡玉である、うん、OK 残り、お、リザードの仲間になりたいか。そうか。あー、でもいらんな。あ、アバよ。アバよ、うん、コミックスの方が欲しかったです。お、レベル上がる。誰や。ドラ影60になる。うわー、すげえ。なるほど、特攻が1上がる。うん、レベルアップだよ。睡眠の種、ありがてえ。あ、大丈夫かこれ。あ、よかった、助かった。チッター来るんじゃねこれ。だよね。ならここ山並み飛んでいくから一緒に住んでよ。ちょっとやっておこう。ほら、怖い。よーし、ナイス。ふぅ、鉄の針、まず投げるからのテレビで、うん、いけたね。ちょっと競えな、あいつ下のやつ。あれ、上に行ける。あ、なんかタゲ取られてるね、これ。まさか。おっしゃった、ナイス。よし、いける、いける。これは熱風、ナイス。お、カメックスやったか、ナイス。頼んだ。よし、いける。あ、ちょっと待って、やばい。オッケー、ボーカーまずくナイス。どうすっかな。59回からな。あ、ちょっと待って、上に、あ、物があるからちょっと取りに行こう。アイテムか、やばっ。よし、ここはレビ、うい、ほら、お、怖い、いける。よし、よし、仲間にはならないと。
じゃあもう行こう。60回。さあ、戦いに行こう。59、あ、また59やった。60と勘違いしました。はい。皆さん。ごめんなさい。ごめんなさい。許してください。さあ、石のつぶりを投げていく。OK。誰に当たったんだ。それが分からん。誰か。俺、リサーダーやったから当たった。なるほど。血のつぶりじゃない。ウィス。はい。助かる。危ない、これ怖い。大丈夫か？ミスった。血のつぶりじゃない、怖い。ウィス。よし。勝つる。よし、ここはレベルいくか。ウィス。はい、ナイス。オッケーオッケー。見て回れんのかな？オッケー。あるみっけ、あ、ナイス、ちょっと待て、これちょっと待て、ほんまいろいろとな、見すぎなんだよな、ほんとに。ほら熱風ナイス、ガーリーの熱風効果今一つ。よし、リザードも倒れる。よし、そしてアイテム欲しいんだよな、ほんま。なぜ一個もない。あった、睡眠か。あ、ナイスだ。これ睡眠だったら交換しとこう、ならば。あったもんね、これで粘ついてるからね。できん、できんけど。よし、さあ、さあ、来たぞ。よくぞ。よくぞ、ここまで来た。幾多の困難を乗り越え、多くの危険にさらされながら、この遥かなる霊峰をよくぞ登り切った。来たー。この頂上に来られるのはまさに選ばれし者のみ。しかし、これで終わりではない。虹色が光っている。鳳凰が、伝説のポケモンが、幻のポケモンが出てきている。我が名は鳳凰。虹をさらにかけるもの。この戦いを乗り越えたとき、この霊峰も制したこととなる。それが最後の試練だ。行くぞ。俺も行くぞ。ギャーもっと言うの。うおい、一体電池が発生した。 HP が消されて悪い状態が治ってる人。あ、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。ちょっと待って。あ、でかかった。でかいんなら、もうね、何も悩むことはない。睡眠の間をね、使いたいな。よし、勝った。よし、勝った。うん、みんなも敵だわ。危ない敵ですか。うん、本当にな。ちょっと待って。食べる。よし、こいつじゃん。うおい、学生時代はパワーアップした状態。連結した技は必ず吸収が当たるぞ。すげえ。さらに学生のタイプ回数が悪くても連結した技だとご利用性ダメージ与えられるようになるんだ。また手間によっては目が進化するぞ。知ってます。OK! うわ、151。すごい。頼む。あ、え？あ、緑にいたんか。マジか。知らんかった。目の前にいたのか、あいつの。睡眠の枝。よし、何？何だと？なるもん、ただフグにやられて。うん、それだけよ。うん。ちょ、そっちか！エビアナもいるから。うん。ちょっと待って。いろいろとやばい。復活ロテがあと一個か。なるほどね。オッケーオッケー。睡眠の枝じゃ、この野郎。寝とけ、この野郎。よし。まだ寝たまんまやね。よし、いいぞ。で、なら、俺は、こいつに変えといて、で、睡眠の枝じゃなくて、混乱の、あ、ちょ、間違えた、もう、間違えたし、もう。よし、いけ、みんな行け。
OK、よくした。素晴らしい。よし、いいよ。いい感じだね。素晴らしいよ。いいっすね。これはいいっすね。ちょっと、よし。当たる。で、寝てるんであれば混乱。ほら。OK。倒した。やった。勝ったぜ。大物に勝ったぜ。おー、激しい戦いですね。ドラグーンズの勇気に共感した。そして、西の頂キャンプと共に。鳳凰が仲間になってくれた。やったー、ありがとうございます。やったぜ、鳳凰ゲットだぜ。しかも、その技ハンドアップの能力を覚えていると思っているぞ。鳳凰はつけません。はい。鳳凰はつけません。やったー、勝てたぜ、勝てたぜ。いけたぜ、やったね。おい、復活の後に奮い立てる。うん、デラックスグミ。ああ、なるほどね。なんだっけね。ガーリーなりたがっている。うん、しましょう。ああ、よかった。ガーリーやから、ガーリーですから、伝説。伝説ではない。伝説ポケモンって言われてるけどね。ウィンディが。どうしよっかな。間違えた。伝説。説。ガーディーやから、1000で行こう、1000。犬っぽい名前っていうのはない、わからんからさ。うん。これで行くよ。マグカルゴ仲間になったがっている。前に飛び出す。これは、ちょっとね、マグカルゴね、何匹もいるんで、ちょっとここはいらんかなっていう。7400、すごっ。エビアラが仲間になりたがっていると。和田成長、これいいよな。ほんと、仲間にしますか？はい。仲間になった！エビアラにニックネームをつけますか？はい。モサーはね、つけたんでね。カンフ。カンフ、カンフっぽくないけどね。なんとなくね。アヒーフ。カンフ。カンフでよろしいですか？はい。よし。プーリン。来たよ。投げ物アップ。ありがたかった。まあ、君のおかげで勝ったと言っても過言ではない。この、戦。戦ではない。プーリンをつけない。いや、つけるんやけど、最終的に。やったね。ボーマンだ。嬉しい。マジで嬉しい。やったー。ボーバンダが仲間になった。ボーバンダはニックネームをつけますか？はい、つけましょう。マンダはね、ありきたりなんで。まだつけてなかったね。俺の分身の名前。ドラン。ドラン。つけていきますよ、ドラン。ドラゴン。ドランね。ドラゴンやから、5を抜いてドラン。うん。ボーマンダはね、敬意表してますから、俺な。同胞やし。同胞やし、ほんと。ある時、西外れの小さな洞窟で。ん？リゾートやん。どうした？おい！来いよ！ん？なんだこの2匹。どうした？ぜえ。しんどいな、ここは。け、なんだよ、やりながら言いちまって。そもそもここを探検しようって言い出したのお前だろ？新しい洞窟を見つけたからってよ。ああ、たまたま海を泳いでたらこの洞窟を見つけたんだが、まさかこんなに厳しいダンジョンだとは思わなかったぜ。け、たまには違うチームを組むのもいいかと思ってここまで来たけどよ。
情けねえな。天下の亀くずが聞いてあげれるぜ。なんだと？このわしが情けないだと？わしの力はまだこんなものではない。全然言うてるやないか。わしを、亀くずを舐めるな。おもう、当たり構わずハイドロポンプ打つな。まだ元気あるじゃねえか。その息だ。もう少しで飛ばして頑張っていこうぜ。なんだ、勇気づけてくれたのか。すまない。いいってことよ。さあ行こうぜ。出てくるで、例の。ん？どうしたんだよ。まだ待ててるのか。いや、そうじゃない。今、何か聞こえなかったか。なんか声がしたような。いや、何も聞こえないぜ。お前か。私の眠りを妨げたのは、お前たちか。だ、誰だ？貴様こそ何者だ？姿を見せろ。私か。私は、戦うために現役です。戦うために生まれてきた、最強のポケモンだ。大ユーズ、グワーギャーコメックサーリザーだ。次の日。しかし、常々思うんですが、最強のポケモンってどなただなんでしょうね。そりゃ、やっぱりレッグーサだろう。そうなの？なんだって、星を破壊しちゃったんだよ。そうやす。そんなことができるのレッグーサの他にいないよ。そう、そうなんす。でも、グラウドも強そうですよ。そうなの？何しろあのフーディのチームが勝てなかったくらいですから。そうなんす。大陸を広げたって伝説もあるし、とんでもないポケモンですよ。そうなんすよ。すぐ中に変わった。お、いいところに来た。今みんなで誰が最強のポケモンか話してるんだけど、ドラゴン TK はどう思う？誰が最強のポケモンだと思うかい？自分言っちゃうこれ。俺。てん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 。ごめんって、みんなごめんって。あ、なんでこんなに、なんで、勝ったやんか。そうなんすよ、最後。やめろ、その前。やめろ、その前は。やめて、まあ、強くなりたいという気持ちは認めるが、これからも頑張ってください。俺は聞いた話なんだけど、世界のどこかに戦うために生まれてきたポケモンがいるそうなの。戦うために生まれてきたポケモン？うん、そうなの。何でも自分の戦闘力が高すぎるあまり、目の前の敵を倒すことしか考えられないらしいの。凶暴なポケモンなんですね、ブルブル。それでその恐ろしいポケモンは今どこに？噂では、自分の力を蓄えるために、どこかの洞窟に眠ってるって話だけど。その話、本当だぜ。リザード？それにカメックス？どうしたんですか？ひどい怪我だ。一体何があったんだ？さっき、そうなのが話してたやつ。まさにそいつにやられたんだ。なんだって？間違いない。戦うために生まれてきたと言っていたからな。しかしあのポケモンの強さ、半端じゃなかったぜ。まさに最強の、ぐはぁ！リザードン！リザードン大丈夫か？石の外れに洞窟がある。やつはそこに、もうあんなところ、二度と行きたくな。カメックス！カメックスも、早く出会ってしなきゃ。誰か呼んできます。うん、呼んできて。本当にいるんだな、どこまで、そこまで強いポケモンが。しかし、一部の物にそんな奴がいるって言われても、全然行く気しないよな。怖いもんな、そのとこ行くの。僕も怖いなんだ。そうかす。みんなが怖がっていて、誰も行きたがらない洞窟。石の洞窟へ行けるようになった。よくない。そういうのはよくない。20回ぐらいしかなかったよね。次回、
そこをやっていきますか。ね、ってことで、今回はまあ、ちょっと外出て終わりましょうか。ね、いつものごとく、いつものごとく、ドラカゲ、おはよう。うん、おはよう、ドラゴン TK。いいねー。こののどかな雰囲気、身内、戦いに、行きたいけど、無理やね。こののどかな雰囲気では。ね。じゃあ何があるのか、だけ見ていこう。遥かなる霊峰。なるほど。そうよ、まだリアルとかルカリア見かけんねんけど、どこにおんのっていうことをね、言っておいて、今回これで終わりにします。で、ご視聴の方ね、ありがとうございました。アリュー、アリュー、スクバイサラ。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にもゲームタイトル矛盾縛り、Twitter の方では様々なことを企画としてたチャンネルでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところにアーから O までのパートへの動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。